このお店は業界のガイドラインに従って、しっかりと対策を講じていますと、その証としてこの、感染防止徹底宣言で虹のマークのステッカーを貼っていただくこととしております。今すでに7万件のお店がこれを貼っていただいております。それを対面で営業されるのはその飲食店だけではありませんので、できるだけより多くのお店や事業者にこのご協力をいただくことで、お店を安全にしていただくと同時に、これを目印にしてこのステッカーを貼っているお店を利用していただくように都民に呼びかけをしていく、両方から進めていく、それのためのこの会派からのご要望もあり、都議会の協力を得て、それを条例として単にデザインとして虹のマークですというのではなくて、このステッカーの意味付けをですね、条例で明確にしていくという、その準備をしているところです。議会の協力を得て、できるだけ早く、いわゆる先決という形で進めていきたいと考えています。このところ陽性が判明する方の高止まりが続いています。一時366人まで、参りました。そして、今、それでも20代30代が6割以上を占める、若い世代が多いということには変わりありませんが、ただ世代間の広がり、地域間の広がり、そしてまた重篤者が一時一桁台だったのが、このところ1日ずつ1人2人増えてきて、今日の段階で22という数字になっております。でこの重篤者、重症者が出ますと、それだけ医療従事者のかかる負担が増えます。で100床重症者用に準備をしておりますけれども、ただ数字の、そのベッド数だけでなく、そういう人的な重荷が増えるということを考えますと、やはり重篤化させない、それから特に重篤化すると命に関わってくるこの高齢者、ここに対しての対策っていうのをしっかりやっていかなければならない。ステイホーム習慣など国の方の緊急事態宣言が出された時の4月5月と比べまして、今回、私はもう第2波だと思っているんですが、いろいろこのウイルス、全くわからないところから徐々に見えてきた部分もあります。ただ、ワクチンがない、治療薬がないということについては変わりがありません。そういう中で、ウィズコロナの時代ということから、経済も回していくという2つの、コロナ対策と経済を回すという、このベクトルの違うことをやっていくためにはですね、やはり都民の皆さんや事業者の皆さんのご理解とご協力なくしてできない。